皆さんこんにちは、朝日奈々です。今回はですね、ずっとこう始めたいなって思っていた趣味がありまして、私小さい頃に父親からこうゴルフをね教えてもらってたんですよ。6歳とか5歳ぐらいの時からクラブを持ち始めて、そこから小学校上がって中学前ぐらいまでかな、ゴルフを真剣に始めたいんだけれども、全く情報がわからないので教えていただきたいんですっていうのを、以前コラボさせていただいた時に動画の中で話をしていて、今回はこの方にいろいろと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国分堂です。すいません。よろしくお願いします。お願いします。でまずやっぱほらゴルフクラブがないわけでしょ。そうなんです。ゴルフを教えてくださいっていうところの前に、まずじゃあ、はい、あやちゃんが気に入るクラブを見つけないといけないのかなというところから始まって、はい、今回こちら新宿にありますダンロップゴルフ様というところに、はい、すごい場所ですよ。まあ言ったら、はい、もう有名なところで行くと、はい、スリプソン、はい、あとまあゼプシオっていう、まあ、聞いたことあるでしょ。あります、あります、もちろんです。はい、しっかりお世話になってる、言ったらもうゴルフクラブを作るクラフトマンって言うんですけど、はい、の方がちょっとこちらにおられるんで、はい、こんなクラブが多分合うんじゃないですかみたいなことも含めて、はい、ちょっと今回こちらに来たんですよね。今日買います。早っ。もう必ず買います。買うの。はい、じゃあちょっと早速、はい、僕の分も買ってもらいましょうかね。ちょっといろいろと教えてください。はい、すごい。高いやつ。1本17万円。ちなみに今から会う人、この松山英樹さんって日本人、いやアジアで初めてこのマスターズを勝った人のクラブを作ってる人ですよ。すごい人。そのクラブを作ってる方ですか。そう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 。ね、今日は作ってもらいます。こんにちは。あ、こんにちは。僕がもう昔からお世話になってる今井さんなんですけど。はい、です。はじめまして。はじめまして。今井です。噂によると、はい、めちゃくちゃ不安なんですよ。え？嘘。マジ。嘘。マジマジ。ちょっと詳しく聞いていいですか？ゴルフを本格的にやりたいらしくて、はい、やっぱりクラブがないとダメなんです。はい。で、ちょっと今回ちょっといろいろ見せてもらってもらおうかなと思う。はい、うちの父親もゴルフ大好きなんですよ。なので今この光景を見てる父親はどんな反応してるのかっていうのをとりあえず、はい、試打して、クラブのピッティングっていうのをさせてもらいますので、はい、あの当たらない可能性はあるんですけど全然構いません。当たんなくてもいいんです。わかりました。はい、はい、まずは自分に合ったクラブをよろしくお願いします。はい、あーかっこいい。すごいよね。まずはウォームアップしてもらいましょう。いきなりね、打っても大変なんで、ほぼ全部カタログに載ってるものは揃ってるので、身長があるので、はい、女性用、はい、だとひょっとしたら短いかもしれない。打ち方から何から全然わかんないんですけど、まずはもう自分で思い出して、はい、こんな感じだったかなでいいです。なんかこういうことですね。そう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 。合ってます？合ってますよ。じゃあ一回当ててみますね。うん、当たんないかもしれないです。全然テストじゃないんで大丈夫ですよ。はい。全然大丈夫。お、触れる触れる。おお、うまい。大丈夫。大丈夫ですか。うん、そうですか。初めて打った感じ。なんかやっぱ面白いよね。父親とかとたまーに打ちっぱなしに行ったりするんですけど、その時はもう空振りしか出なくて、全然こうボールに当たらないっていうことがあったんですけど、全然当たってますよ。ちょっとあの当たるのは当たってるからホッとしてる。短いようなので、はい、レディースの長いやつを用意します。はい、こっち
ちの方のチャンネルも回してまして、朝日奈江と申します。改めまして朝日奈江ちゃんでございます。よろしくお願いいたします。楽しいです。僕の方のチャンネルのテーマとしては、はい、あの朝日奈彩をどん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 育てていくっていう、はい、ね、ぜひお願いします。いいですか。はい、もちろんです。最終的にはモデル界の中でナンバーワンになってもらいたい。うわ、いやでも、ね、言わなかったんですけど、うん、どうせやるんだったらそこ目指したいなって、はい、思ってました。だからそれを僕がちょっと引き受けるというか、いやーお願いします。今回コーチとして、はい、ちょっとクラブ長くします。はい、でちょっと重くなるかもしれないんですけど、はい、重かったら言ってください。わかりました。はい、何本分ゴルフのゴルフクラブはパターを含めて14本というルールがあるので、はい、インド型
で、あとはこういうアイアン型で、それはもう人それぞれ好き好きがあるので、こっちを多く入れる人、こっちを多く入れる人っていうのは分かれます。それはもう自分のプレースタイルに合わせて組み合わせは自由なので、今はとりあえずまだ始めたばっかりなので、必要最低限のドライバーとアイアンで様子を見て、であとは練習次第、あとはコース行くようになりだしたら追加していくっていう。練習するのはだいたいアイアンとドライバーの2種類になると思うので、まずはそこからでいいと思います。あるんじゃなくてクラブを放り投げるって感覚の方がいいかもしれない。まこういくんじゃなくて、そう、その位置からこっちに、そう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 、はい、わかりました。7番と P とドライバーの3本を購入して、ちょっとずつ上手くなってきたなっていうのを感じたら、どん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 増やしていきたいなって思います。はい、はい、久しぶりのゴルフどうですか？どうでした？なんか3年前とか4年前ぐらいに父親と打ちっぱなしに行った時はもう本当に空振りばっかりで全然当たらなかったんだけど、今回は右にばっかりは飛んではいたけど、まあ当たってはいたから練習次第ではちょっと上手くなるかなって、これからしっかり頑張って練習して打ちっぱなしとかも行ってちゃんとコースにね出れるように頑張っていきたいなと思います。打ちっぱなしに行くよってなったりとかした時に遠藤さんとコラボさせてもらったりとか、ちょっとこれぐらい成長しましたっていうところをこうお見せできるように頑張っていきたいなと思いますので、引き続きこの YouTube のチャンネルではゴルフの成長劇みたいなものをしっかりとこう追っていけるチャンネルにしていきたいなと思いますので、もし興味がある方々はなんか一緒に始めて一緒に切磋琢磨しながら頑張っていきたいなと思いますので、しょこちゃんはじめよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそれでは次の動画でお会いしましょう。それではでした。後日ですね、今もうゴルフクラブが完成したっていうことなので、本日は受け取りに来ました。とうとう私がゴルフを始める時が来るなんて。こんにちは。お疲れ様です。もう今カメラ回っておりますが大丈夫ですか？大丈夫ですよ。私のクラブは完成されました？しております。すごーい、すごすぎる。この間の指導を踏まえて、はい、あやちゃんの、はい、ちょっとスイングが良くなる方向に、はい、ちょっと調整はします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これからね、しっかりと練習して頑張っていきたいなと思います。遠藤さん、ありがとうございます。ちゃんと練習しますので、練習したらすぐにご連絡させていただきますので、一緒に打ちっぱなしに連れてってください。よろしくお願いします。